収まって14頭ゲートイン完了。スタートしました。3番ルナシオン後方になりました。まずは好ダッシュ、14番インザムービー、じわっと出ていって半馬身、1馬身リードを取りました。これを追って2番手は2番メルテッドハニー、内1番ミヤマザクラ3番手、あとは前から4頭目5番セイウンビーナスが行っています。その後ろ11番アールクイーンダム、直後広がって12番ホーピースフル、馬群の中に6番シャンドフルールです。内は7番ヤマニンプレシオサ、その後方に3コーナーを回って上がっていきます8番サナちゃんです。そして先段前にいるのが4番アミークス、第3コーナーカーブ、あとは3番ルナシオンが行って直後に9番マジックキャッスル、 600m34 秒3の通過、あとは3馬身後方に13番チアチアクラシカ、最後方2馬身差10番赤の21の展開です。3コーナーから4コーナー、さあ1頭飛ばしている14番インザムービー、リードは10馬身ぐらいで4コーナーに向かっていきます。2番手は1番ミヤマザクラ、そして2番メルテッドハニー、3番手600を切って第4コーナーカーブ、あとは外から接近する11番アールクインダム、第4コーナーを回って直線に向かいました。さあ逃げる逃げる14番インザムービー、まだリードは7馬身から8馬身残り 400m、 坂を上がっていく。2番手は1番ミヤマザクラ、内から接近4番アミークス、最内6番シャンドフール、あとは内に潜り込んで10番赤の21、そして5番セイウンビーナス追い込んでくる。さあ14番インザムービー一般になって今度は変わって1番ミヤマザクラ先頭、2番手は5番のセイウンビーナスに9番マジックキャスルが3番手から2番手に上がって先頭を追っている。しかし先頭は1番のミヤマザクラが1着で合流、2着9番のマジックキャスル、3着5番セイウンビーナスが上がっています。